皆さんこんにちは。2022年の ISPS 半田欧州日本でレギュラーツアー初の予選通過し、2023年の QT では初めてファイナルに進出するなど、昨今注目を集めているプロゴルファー弓削淳選手。2週前に行われたジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ by 佐藤食品にも出場し、53位の成績を残し、今大会では近畿地区の予選会を勝ち上がり出場しています。しかし7月5日富士カントリーカニクラブ篠コースにて遅刻のため失格となったことは報じられました。弓削淳がスタート時刻過ぎても現れず失格、日本プロ2日目との見出しとともに、弓削淳が遅刻のため失格となった午前7時55分のインスタートで大谷俊介、平川聖朗とラウンド予定であったが、スタート時刻を過ぎてもティーイングエリアに現れなかった。32歳、弓削は東北福祉大ゴルフ部出身で松山英樹と同期になります。2週前に行われたジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ by 佐藤食品にも出場し、53位の成績を残している。今大会は近畿地区の予選会を勝ち上がり出場していた。日本ゴルフ協会が定めるゴルフ規則 5.3a によると、ラウンドが始まるときプレイヤーのラウンドは自身の最初のホールをスタートするためにストロークを行ったときに始まる。プレイヤーは自分のスタート時間にスタートしなければならないとあり、このことはプレイヤーは委員会が設定したスタート時間にスタート地点でプレーをすぐに始めることができる状態でなければならないことを意味します。委員会が設定したスタート時間は正確な時間として扱います。例えば午前9時の意味は午前9時00分00秒であり、午前9時1分までの時間ではないということです。スタート時間が何らかの理由、例えば天候、他の組のスロープレー、レフェリーによる裁定が必要で遅れている場合、プレイヤーの組がスタートできるときにプレイヤーがそこにいてプレーをすぐに始めることができるのであれば、この規則の違反とはならないのです。またゴルフ規則 5.3a では違反の罰は次の3つの場合を除き失格とされるようです。例外1、プレイヤーが5分未満の遅れでスターティングエリアに到着しプレーをすぐに始めることができる。プレイヤーは自身の最初のホールに適用する一般の罰を受ける。例外2、プレイヤーが5分未満で早くスタートする。プレイヤーは自身の最初のホールに適用する一般の罰を受ける。例外3、プレイヤーが時間通りにスタートできなかった。例外的な状況があると委員会が裁定する。この規則の違反とはならず罰はないと以上の項目が設定されています。しかしこの例外に該当しておらず失格となったようです。弓削選手は体調不良で連絡も難しい状況だったとのこと。そのため弓削選手は失格という結果になってしまったようです。この弓削さんの遅刻についてファンからはこのようなコメントが寄せられています。体調不良で連絡手段もなかったとあるけど、本当に言葉を発することができないような状態に陥り、家族などに代わりに連絡してもらうのも困難というケースもある。なんで代わりに他の人に連絡してもらわなかったのかという人がいるが、困難な事情があることもあるから何とも言えませんね。早く回復するといいのですが、体調不良とのことで連絡すらままならかったようです。7月を迎え急激に温度が上昇し、各地で記録的な猛暑日になっております。プロゴルファーは特に暑い時間帯、炎天下の時間帯にプレーをするケースが多く、体調管理も大変な季節に突入したと言えるのでしょう。どうぞ無理をなさらず、熱中症疑いがあるときはリタイアも選択肢の一つとしてほしいですね。スタート時は朝方とはいえすでに30度前後を記録しているケースも多く、何時体調不良を起こしても不思議ではない。特に肉体労働やスポーツに従事する人たちにはね、体調不良でも連絡ぐらいできるだろうという人がいるかもしれませんが、本当に体調が悪いと電話すらできない場合もあります。私は過去に電車に乗ってる際にショック状態になったことがあり、何とか駅で降りて救急車を呼ぼうとしましたが、手がしびれて電話をすることすらできなかったことがありましたなどと体調不良を心配する声が多く見られる中、他の方もコメントされていますが、体調不良とはいえ何らかの形で一報を入れることはできたのではないかと思います。プロの世界でもありますし、あらゆるリスクコントロールを想定すべきですし、他のプレイヤーやサポート、ファンの方への対応も含まれます。いろいろな意見はあると思いますが、建築業界で働いてた時朝礼に遅刻した業者さんは
その場で帰らされ、そこの建築現場からは撤退させられました。遅刻にはいろいろ理由があると思いますが、現実世界は厳しいです、そんなに甘くありません、などと否定的な意見も見られました。体調不良を原因に失格という結末を迎えた弓削選手ですが、弓削淳と同じように大会本番であることが原因で失格となってしまったプロゴルファーも少なくないようで、今年の6月9日には畑岡奈紗選手が第2ラウンド開始前に失格となるケースも見られました。米女子ゴルフツアーショップライト LPGA クラシックの米ニュージャージー州シービューベイコースで行われたこの大会では、前日の第1ラウンドに御所からのプレーにより重大な違反が認められたためと説明した。問題となったのは9番第2打が茂みに入り、球を見つけ出してからアンプレアブルを選択。だが競技後の映像確認で球を探す時間が規定の3分を超えていたことが判明しました。本来は第2打を打った地点から打ち直さなければならず、結果的に噴出球でプレーしたこととなりました。9番が最終ホールだったため、スコア提出前に誤りを訂正せず失格が決定。 LPGA の処分決定後に取材に応じ、ルールはルールなのでしようがないと話しました。9番が最終ホールだったため、スコア提出前に誤りを訂正せず失格が決定。 LPGA の処分決定後に取材に応じ、ルールはルールなのでしようがないと話した。畑岡は今回のパリオリンピックの日本代表を決める最新ランキングで17位とし、日本勢では同6位の笹生優花に続く2位につけています。24日付のランキングの各国上位2人が切符を得るものの、日本勢は古江彩佳選手が同22位、山下美夢有選手が同25位につけており、代表争いで今回の失格が影響する可能性もあるようです。トレーニングウェア姿の畑岡選手はコースの駐車場で立ち尽くしていました。6アンダー4位で迎えるはずだった第2ラウンドを控えた午前11半過ぎ、前日の違反発覚による失格はウォーミングアップ中に知らされました。ルールはルールなので仕方がないと受け止めたものの、畑岡選手にはやるせない思いが渦巻いていた。裁定が下ったのが違反した当該ラウンドの翌日だったこと、通報したのが同伴競技者やキャディ競技委員ではなかったこと、その後詳細の確認と今後の対策についてツアーに説明を求め、クラブハウス内でスタッフと会話したのだそう。広大なゴルフ場では全ての選手の全てのプレーがカメラに収められるわけではなく、制限された台数で注目選手を追います。好プレーを続けていた畑岡には今回その証拠映像が残っていたのです。これがギャラリーもほとんど帯同していない下位の選手だったら違った結果になっていたのかもしれません。もちろん注目組の選手のボールであれば、紛失前に関係者や多くの来場者が見つけてくれることもあります。いずれにしても不完全さが際立つルールの下でペナルティが運用されているように映ることとなりました。さて、今回体調不良を理由に失格という結果に終わった弓削選手ですが、今はしっかりと体調回復に専念していただきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。